マックでバイトしてるけど質問ある？マックバイト歴4年目、女です。フライヤーとグリスト掃除しといて。無能なので OPK のことできないんです。いわゆるマッククルーってやつか。マッククルーって響きがあんまり好きじゃなくて使わないです。かっこ笑い。チーズバーガーセットないとか言われたんだが。メニュー改定してハンバーガー、チーズバーガー、チキンクリスプはセットできなくなったんですよ。チーズバーガーはハッピーセットか、もしくはエグチの卵抜きのセットにすれば、500円で食べれますよ。最近伊藤、にした？最近全くです。お、にするときのおかずは何？シュガールっていうサイトの動画ですかね。鈴木一徹みたいな男が好きなんだ。ビンゴですね、かっこ笑い。チンは硬いのが好き？柔らかいよりは。太い方が気持ちいい？はい。何の女アピ？キモ。なんかすいません、かっこ笑い。チキンナゲットって形決まってるの？型かなんかでくり抜かれてるのかな？実は5種類くらい形があって、名前も違うらしいです。本当は1種類ずつくらい入れなきゃいけないらしいんですけど、そんなことは全く考えずにやってますね。製造過程まではわかりません。やっぱり、いつも同じ形だなって、ずっと思ってたからスッキリしたわ。答えてくれてサンキュス。いえいえ、高1の頃やってた。30% オフは美味しかった。高校のバイトイコールマクドナルドって感じです。本音はもっと安くても、って思うんですけど、でもエンプロ使えるだけでありがたいです。ナゲット15ピースお世話になってます。ちなみに好きなタイは？期間限定ですのでこれからもぜひ。ちなみにそんなにしたことないので、レパートリーがないです。かっこ笑い。まん丸のナゲットはソースつけにくいから、あの形は除外してほしい。長靴みたいなつま先あるやつが、食べやすいよね。めちゃくちゃわかります、かっこ笑い。店どこなん？指名するわ。マックカフェ併設店舗とだけ言っておきます。ソルトレモンって復活しないの？ソルトレモン、美味しそう。最近新商品も迷走気味ですし、本社にぜひ。マナルポテト揚げたてください。って言ったらもらえる？3分から5分ほどお時間いただければ、揚げたてもできますよ。ポテトは揚げたてに限りますよね。ハンバーガーとチッコどっちが好き？ハンバーガー。真面目な質問。ドライブスルーでたまに、窓を閉めになってお待ちください。って言われるけど深い意味あるの？無視して閉めないの悪いと思って、閉めてるけど。商品を渡しまで時間をいただくので、その間ずっと開けて待ってもらうのは申し訳ないから、閉めてお待ちください、じゃないですかね、多分。私そこまで気の利くクルーじゃないので、何とも言えませんが。え？あれマニュアルじゃないのか？知らんかった。私の店舗はすぐ商品渡せない場合は、白枠の駐車スペースまで移動してもらうことになってるんです。直営かフランチャイズかによっても違うんだと思いますけど、マニュアルには載ってないです。好きなメニュー教えて。エビフィレオとアイスカフェモカ。最近はコーンクリームスープが好き。紙袋2個渡すのやめろや。私は紙袋1個以上になるなら、ビニールに入れますね。自分がされても嫌なんでカッコ笑い。今まで何回スマイルくださいって言われたことある？20回あるかないかくらいですね。だいたい朝の早くか夜遅くの、ウェイ系のお兄ちゃんたちカッコ初心者マークか、部活帰りの中学生の大群によく言われますカッコ笑い。スレは以上で終わっていました。お次は2022年の5月に建てられたスレをご紹介します。マクドナルドで働いてるけど質問ある？暇やしやるわ。クルス抜きでってお願いしても、入ってるのはなんでなん？それはシンプルに店員のミスやから、全然作り直し頼んでいいで。給料円か？やりがい搾取の典型例やん。バイトリーダーでも最低賃金から、時給30円しか変わらんとか聞いて、草生えた。自分の店舗は平クルーで最低賃金や、マネージャーまで行ってプラス50円やったかな。草、最低賃金でもマクドに応募するやついるのが、アホなんやけど。マクドナルド彼女できやすいってほんまなんか？自分の店舗にも数組カップルおるで。シンプルに人数多いし、店員同士の仲いいこと多いし、かなりできやすい環境ではあるわな。本当にできるかは自分次第やけど。ちょっと応募してくるわ。男やと大抵最初は厨房突っ込まれるけど、仕事できるようになるとカウンターの仕事覚えさせられるし、店員同士で仲良くなれば、女の子と絡む機会増えるで、ガンバ。マックタダで食えるんか？食えるならバイトしたいわ。基本店員はインしてる日に、シャワリ 30% オフになるだけやな。たまに年末年始インした時とか、セット無料券もらえるけど。店員がパートのババアか外人しかおらんのやけど、日本人の若者はどこかにいるん？時間帯の問題じゃね？昼間はそうなりがちやな、夜は学生が多いよ。あとは近くに大学があるかどうかも関係してるかも。サンキュー、納得したわ。たまにドライブスルーで、いろんなバーガー15個くらい頼んですまんやで。多分そん時店員みんなヒーヒー言ってるけど、全然ええんやで。3月、マックの一気食いが、Y の精神を支えとる。ナゲット15ピースって、ソース4個までいける？いけるで。モバイルオーダーだと3個待てなんやが？一応規定は3個までやが、サービスでプラス1個までなら、無料で付けられるって感じやから、モバイルオーダーはその辺対応してないんだよな。今食いたくなったのにアイトランは。24時間営業でも深夜帯人足りてないと、閉店することあるからな。バイ一番好きなんが、バイマックダブチオニオンククルス多めなんやが、店員に覚えられてしまったりする？
同じ時間帯にしょっちゅう来て、同じ注文してるとかやと、覚えられてるかもやな。コーラ氷抜きとポテト塩抜きと、チキンクリスプのソース抜きください。あと水。ポテト塩抜きは用意するの、ちょっとしんどいんやで。塩加減クソなことあるから、塩抜き安定やねんすまんな。ポテトL頼んでるのに、いつも量少ないんやがなんなん。店員が急いでて、ポテトのバギングが雑になったとかかな、言ったら作り直してもらえるんちゃうん。なんで入れ間違えるの？デリバリーやドライブスルーやから、また頼むとか面倒すぎるわ。それはほんま申し訳ないんやで。自分もなんで入れ間違えるんやろうって、働くまでは思ってたけど、スピード重視でやってるとまあミスるわ。これはなくしていかなあかんけど。バイトの JK とやれる？その JK の低層関連と自分次第や。少なくとも自分は聞いたことない。Y スイングマネージャーやで。シンプルに尊敬。今まで一番ヤバかった注文は何？パッと思い出せるのは朝マックで、ビッグブレックファストのセット8個入ったやつかな。あとはダブチ15個とか。食べ終わった後に水だけって頼める？セット M の飲み物ちょっと足んないんだよな。全然映画店員的には注文するときに、一緒に行ってくれる方が助かる。なんでチキンクリスプはメニュー表にないん？炭の方に小さい字で載ってるで。ポテト揚げたてがいいって注文したら、揚げてくれるの？できるよ。ピーク時やとちょっと嫌がられるけど。めんどいからすんなや。やだー、揚げたてがいいの。あと朝マック頼める時間って、1分でも過ぎたらあかんの？その時の状況による。5分くらいやったら、許容されることの方が多いで。何歳？ 21。ワイのベストチョイスどう？ハンバーガー、ピクルスカット、ポテト、揚げたて、ジュース、氷抜き。ピクルスカットとか氷抜きは、抜くだけやから正直楽やわ。ピクルスカットや氷抜きが、されてない時が結構あって、その度に作り直させているんやが、店員側のミスどうにかならんか。ミスに関しては本当に申し訳ない。レシート見たら、ノーピクルスとか、ノー氷とか書かれてるはずやけど、それがなかったらレジの子のミスやし、書かれてたら中の人のミスやな。今まで接客とか対応した中で、一番頭おかしいと思った客のエピソードくれ。JK がレジでミスった時に、マネージャーが返金対応しようとしたらかっこ基本返金対応はマネージャーしかできない。この子がミスったんやろ、この子にやらせろよ。って怒鳴り散らして、泣かしたのはさすがにいただけんかったわ。ゴールデンウィーク何連勤や？連勤してない。新しいパイうまい？信玄餅のやつか？個人的には好きやで。楽？ぶっちゃけしんどい、特に仕事覚えるまでは。やっぱ噂通りきついんか。まあ慣れたら楽しいけどな。ナゲットのソース付け忘れ多くない？ナゲットソースはほんまにミスりがちやな。申し訳ない。チキンクリスプだけ頼んでも怒らない？全然オケ、ドリンクだけのお客さんとかもおるしな。揚げたてのポテトと、出来たてのバーガー食いたいんだけど。ポテト揚げたては頼めるで。バーガーはなー、よっぽど人手不足か混んでない限りは、出来たて出してもらえるはずや。バーベキューソース美味しすぎるんやが、あれだけ売ってないんか。あと常に出来たてのポテトが欲しいんやが。ソースは言ったら有料やけど買えるで。あとデリバリーで出来たて作れ、やらできる？すまんがデリバリーの仕組みは、あんまりわかってない。備考欄とかに書いたら、対応してもらえるんじゃないかな。チキンタツタって言うほど美味しくなくない？自分も好きやないわ。なんでそんな大変そうなところで、働こうと思ったの？偉すぎやろ。コロナの時期に全然採用されんかったんや。あと別店舗で友達が働いてた話、聞いてたんもある。マックポークと照り焼きの肉って、絶対同じ肉やろ？誰違うだけで。って思ったことがあるんやがどうなんや？豚通しや。ハンバーガー50個、チキンクリスプ50個。っていうオーダー入ったらどうするん？わし、やってみたい。1万円じゃんけ？たまにそういうのあるからやってもええけど、できれば事前に店舗に連絡して、予約してほしい。店員はひたすら頑張るしかない。クーポンで頼んでプラス50円で、ポテトだけいるってできるん？クーポンは値段固定やから、ポテトもドリンクのサイズも変えられへんねん。すまんな。3月、すげえ昔に頼んだら、レジで、これええんか？って店員が揉め出した記憶あって、それ以来ちょっと記憶レして頼めんかったから、助かるわ。マックで注文とかガチでできないんやが、どういう風に言ったらええんや？店員さんのサジェストに従うだけでええんやで。ワイも学生の頃 SW やってたで。めちゃくちゃ大変よな、すごいと思います。マックの店員的には、飲み物で水を頼む人をどう思うんや。個人的には注文の時に、一緒に行ってくれれば全然 OK、お会計終わってから水つけて、って言われるのはかなりだるい。水に限らずカット増量とかも、いろいろレジで入力できるんだけど、お会計終わった後に言われて、口頭で伝えなきゃいけないのはミス誘発するし、早さ命のマクド的には結構しんどい。それならモバイルオーダーに、水の項目つけといてほしいわ。ないから商品受け取るときに、結局口頭で言わんといかん。まあマック的には水飲むなら、飲み物頼めってスタンスなんだろうが、コーヒーの後は水がいいんだよ。モバイルに関してはな、本社にサービス向上頑張ってもらうしかないわ。時間経ったら捨てるんでしょ？捨てながらパクパクできるといいな。ルール的にはできないし、うちの店舗ではやらないけど、モラル死んでる店舗やとできるんちゃう？店舗マネージャーは、バイトの子食いまくりはマジ？うちのところはそうでもない。
5月からバイト始めるんやが、輪に入れるか不安や。挨拶ちゃんとする、仕事頑張って覚える、最初はできなくてもええから、とにかく真面目に仕事に取り組む。店舗の雰囲気にもよるけど、この辺できてたら邪険にはされへんはずやで。個人的には仕事できるようになればなるほど、居心地良くなってったから、最初はとにかく頑張る子も、あとは先輩とかも話しかけてくれたりするから、そん時に積極的に仲良くなっていったらええで。水って頼んでいいの？ポテトの塩増やせるてマジ？どっちもできる。ポテト塩辛すぎるぞ。基本塩の量は一定量になるんやけどね。たまにバギングするところに塩溜まってたり、そもそものポテトの量が少なかったりすると、塩辛くなるな、すまない。最近モバイルオーダー比率高くない？みんなそっちが早いことに、気づいてしまったんやろな。ポテトのクーポンは？最近なくなったな、理由はよく知らん。と田舎やから塩多めでって言うと、顔覚えられそうで嫌やな。それはこの辺りで終わっていました。ファストフード店はスピードが命でしょうし、他の飲食店とはまた違ったスキルも求められそうですね。皆さんはマクドナルドで働いてみたいと思いますか？